イキメ古墳群は、宮崎県宮崎市跡都構築にある古墳群。国の史跡に指定されている。宮崎平野を流れる大淀川右岸に位置する標高25メートルほどの大地上に広がる古墳時代前期から中期の古墳群である。3世紀後半、いし4世紀前半頃から作られ始め、古墳時代前期としては、九州地方最大の古墳群とされる。 1943年9月8日に、前方後円墳7期、円墳36期の、計43期の古墳が、国の史跡に指定された。その後の調査により、計51期の古墳、地下式横穴墓36期、土工墓49期、円形集工墓3期が確認され、1943年指定時の、うち1基が古墳ではないことも、明らかになった。3号墳。 手前は前方部。公園部は奥右肩1号墳全長136メートル。高さ17メートルの前方公園墳一説に東古墳群最古と言われる。機内の端墓古墳の2分の1の大きさの掃除型と言われ、その関係に注目されているが、調査は遅れており、見学は困難である。3号墳。 全長143メートル、高さ12.7メートルの前方後円墳。東古墳群最大であり、九州でも最都玄古墳群の女狭穂塚古墳、男狭穂塚古墳に次いで3番目の大きさである。前方部から頂上まで歩いて登ることができる。5号墳、全長57メートル、高さ4.4メートルの前方後円墳。吹石があり、得意な形をした。 円筒埴庭を出土する。公園整備にあたり、吹石を復元した形で公開されている。これは、本来あった吹石の上に表土を被せ、その上に敷き詰めたものである。吹石の配置にあたっては、実験が何度も行われた。7号分長さ46メートル、高さ3.9メートルの前方公園墳。5世紀後半のもので、作り出しを持ち、多くの土器を出土する。 特殊な形式の水液は、最取専用に作られたものと考えられている。九州地方南部にのみ見られる、地下式横穴墓は東古墳群でも確認されている。特に七号墳には、古墳内部へ深く掘った、地下式横穴墓が発見されている。史跡指定後しばらく調査が進まなかったが、1990年代後半から、発掘調査。 史跡の追加指定を経て、2008年4月1日、史跡公園として開園した。園内には、前方公園墳8基、園墳25基や地下式横穴墓のほか、駐車場、トイレ、展望台、あずま屋がある。5月1日から9月30日8時30分 -19,0010 月1日から4月30日8時30分 -18,00、18 00 宮崎市の埋蔵文化財センターと生キ古墳群のガイダンス施設として、東古墳群に隣接する形で2009年4月25日に開館した。正式名称は、宮崎市生命のと遊ぶ古だて。埋蔵文化財の調査、研究、整理、保存と出土品の公開のほか、研修室、体験学習施設、宿泊施設、炊飯施設も併設している。入館 展示室は無料。ありがとうございます。